富士構えご子ご子とは、特定の寺社に所属して、その社寺へ参詣者を案内し、参拝、宿泊などの世話をする者の,のことである。特に、伊勢神宮の者は、御師と呼んだ。ご子は、街道沿いに集中し、ご子町を形成する。本来は、ご祈祷師を略したもので、平安時代の頃から神社に所属する社僧を指すようになり、後に、 神社の参景の世話をする神職も指すようになった。平安時代の御しには、岩清水、鴨日吉などのものがあるが、代表的なのは、熊野三山の熊野ごしである。熊野参りでは、平安時代末期に、貴族の間で流行したが、その際の祈祷や宿泊の世話、山内の案内をしたのが、熊野ごしであった。 熊野では当初三景の都度両社間で契約していたが、次第に五子を、死とし、先達が率いてきた三景者を旦那とする向上的な関係を形成していった。鎌倉時代には武士にも広まり、室町時代には農民などの庶民まで旦那とするようになった。鎌倉時代から室町時代初期にかけては、伊勢神宮、富士港、松尾、三島、白山、 大戦などの御神も活躍した。特に、出雲大社が、源の頼朝の御死を行ったことは、東鏡という鎌倉幕府の記録を示したものに、記されている。江戸時代には、百姓と神職の中間の身分とされ、経済の安定により、庶民の間で寺社参りが信仰と遊興の側面を、合わせ持つようになっていく中で、伊勢、富士を中心に、出雲、 津島など多くの神社で五死の制度が発達した。特に、伊勢や富士では全国に旦那を持つまでに至った。例えば、伊勢五死は全国各地に派遣され、現地の伊勢公の世話を行い、彼らが伊勢参りに訪れた際には、事故の宿望で迎え入れて、便宜を図った。同様のことは、各地で行われ、中世から近世にかけて、五氏の間で、 死職や旦那の相続や女王と売買が盛んになり、勢力の強い五子のもとに、旦那や祈祷領などが集まった。一方で、熊野五子は、熊野信仰の衰退と共に衰退した。なお、出雲大社の五子組織は大きくなり、出雲港や、講子港もでき、出雲大社教の基礎を築いた。また地方で、出雲五子が布教する、単所という建物も建設された。 明治に入ると政府主導の人議制度が整備されたため急速に五氏は衰退する。明治2年に明治政府は新職の葬儀は新総裁に改めるように命じるとともに五氏は百姓が検体しているもので正規の新職ではないため新総裁を行うことが禁じられた。五氏側は こうした動きに抗議したものの、明治4年7月には御子職そのものが廃止されてしまい、ほとんどの御子は平民に編入された。御子は百姓や宿屋経営などに転じていくことになるが、不時公の御子を結集して、不相教を結成するなど、宗教的な活動を維持しようとする動きもあった。天正神後の乱の時、渡辺州国優が該当しうる。A.B. 牛山義し 中世、大原の信仰と、文化新州大学教育学部起用79、163から172、HDL、1 9 1 1626、出雲大社教府教師養成講習会発行、出雲大社教教務本庁平成元年9月全342ページ中、出雲大社教,教務本庁、 出雲大社教不教使用成功集会1989年9月、全427ページ中319ページ、川口湖の川口五氏の草分けとされる三浦家のように、徳川将軍家とのつながりを理由に氏族として扱われた例外もある。高野敏彦、近世の朝廷と、宗教、吉川博文館。 2014年 ISBN978 から4から 642034616T345 から48ありがとうございます。